コウモリのいるところアストスアリッカ、行くぞ。ここは私の記憶にはないわ。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうがやることは一つ。分かってるわ。アストスを探しましょう。力を入れろ。どうした？やばそうだよ。相手もやるね。絶対に負けないから。ダク、今がチャンス。変更だ。見切ってやるさ。手当てしておけ。大歓迎だな。やるぞ、ついてる。だけにここからだ。お疲れだ。敵発見。ジャック、やってやろう。この後どうする？ところどころ脆くなっている場所があるから気をつけないと。この君の迷惑な忘れ物だね。体勢下がってるっぽい。行くぞ。負けないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。小さな違いを。さてと。
相手する？叩き潰す。ここからだ。これで行く。まだ天候だ。キューブだ。一息つけそう。灰になれ。追いつきろ。灰になれ。これで行く。相手する？やるぞ、ついてこい。偶然じゃないの？敵もざまはないね。さて、
てもやるね。何としても倒す。これで行く。なんだと。熱いな。大丈夫なの、ジャック。すごい、ワクワクしてきた。読み方、行け。ふざけんな。敵発見。降りかかる火の粉を払おう。ここからだ。ここだ。任せてもいいか。当然。やってやる、やってやる。次も頼むぞ。終わりだ。さてと。変更だ。罠？と止められた？突破する方法があるはずだ。探せ。考えろ。あったかしら。ネオン、ルフェインのことは知ってるか。大昔、この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと大きくて、ルフェインは田舎の村みたいな雰囲気。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところが、ルフェインが短期間で大きく発展した。複雑な世界は乗り物を作った。武器に戦争が始まって長く長く続いたんだ。これで行く。さてと。
調べてみて。健康だ。ここからだ。これで。どうする？他のルートを探す？それともこの穴に飛び込んでみる？気力持つかな。ジャック、どうしよう。フェインの話、途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めて、フェインが突然消えてしまった。どんな国があった痕跡もなかった。大昔から伝わるいわゆる伝説だ。どこまで本当の歴史かなんてもうわからない。叩き落とす。
また鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。開かないと来たか。他にも鍵や扉があるということかしらね。コーネリアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェインは何を考えてこんなものを用意した。俺たちを試しているんだ。消すからやつだ。わかった。
鍵だ。これで全部ってことにしてほしいわね。必要なのかも。お疲れ様ジャック、空いたわね。やるか。ジャックがいれば負けないさ。してるかどうかは調べないとわからないけどね。輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なのかしら。これで全部反応したみたいね。調べてみましょう。
行だ。これで行く。せい。これだ。私の予感ではアストスと会えるんだけど、どう？俺は強い闇の気配した。あら、気を引き締めていかなくちゃ。俺たちが遊んでやろう。ネオ、任せてもいいか。ジャックに封じてる火の粉は私が払う。やるね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。ここからだ。
しだね。見た目はどうだろうと闇に支配されたままだ。この何もあるものか。気をつけて使った方がいいよ。注意して戦おう。もいいか。ジャックの振り方を見たことは私が払う。ジェド、頼めるか。もちろんだ。いや、これで鉄の塊のくせに剣に魔法を宿して戦うのね。そんな戦い方をする奴がいたんだ。まあ、古代の技術ってのは高いだな。なかなか手強いだ。負けないから。やばそうだよ。
感じだね。金はどうだろうと闇に支配された。意地も何もあるものか。記録は全てこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。
永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない、出よう。あっちか。